こんにちは、リラックヤの花澤聖子です。ご視聴ありがとうございます。今回は、ちょっとこういったものを買いました。カッサープレートでフェイスリフト、小顔効果だったりとかシワをにこうちょっと顔を上げて、若々しい顔にみたいなことで、あったのでアマゾンで買ってみました。これをやってみたいと思います。まだやったことがないです。ちょっとやり方を見ながらやろうかなと。化粧水では、化粧水はつけました。こちらに書いてあるのだと、週に 1、2回、朝または夜の洗顔後、化粧水で肌を整えた後、市販のマッサージクリームをなじませ、カッサリフトプレートでマッサージをしますと。まず顔の半分、続いて反対側部分を力を入れず軽く滑らせるように行います。1日10分以内で頬がほんのり赤くなる程度が目安です。お風呂上がりがおすすめと書いてありますね。でまずマッサージクリームをなじませてからということなんで、クリームをつけますが、このためだけに買ったわけではないんですけど、弱石神父マッサージクリームというのもこれアマゾンで買いましたので、これがなんかいわくマッサージクリームとはこんなものという常識認識を覆す極上の使い心地っていうふうにあったんで、そのキャッチコピーに惹かれて買いましたけれども、このクリームをつけますね。まずちょっと多分顔全体になじませるっていうことになりますね。で今化粧はしてませんので、何も肌にはつけてない状態です。ちょっと一応前髪留めておきますね。で、今だいたい顔にクリームをなじませたので、この状態で始めたいと思います。で C で、ここが A で、ここが B でと、なんかいう風に書いてあります。で、A、カーブ A を使って、矢印方向に動す。耳の前から下へ1、ここですね、ここから5回程度こういくみたいですね。1、2、3、4、5、それから2の方に下から上で顎ですね、こうこうしてあげる。はい。で、A を使って、螺旋を描きながら優しくほぐします。額は下から上、こう感じですね。これを 1、2回、まぶたの上は使用しないでください。
これで実際変化があるのかないのか見てください。はい、それから、眉頭から眉骨の上を通りこめかみへ、ここからこういう感じですね。あ、これあれですね、でも片側ずつやってくださいって書いてありましたね。ちょっとじゃあ今右側だけで、頬と顎は顔の中央から外側に引き上げるように、こういう感じですかね。でもこれ結構気持ちがいいですね。軽くやってもこう滑らかな肌あたりなので気持ちがいいです。それから鼻筋の脇を口角に向かって、ここもこういう感じ。それで鼻筋の脇を口角に向かって、ここをこういうふうにこっちにってことですね。で、今度 B を使ってこの大きいところですね、肌をピンと引き上げながら優しく滑らせます。額は顔の中央からこめかみへとピンとさせて、こういう感じですかね。頬は顎は顔の中央から耳の前へ、顎のラインはカーブ C の二股部分を挟むようにあって引き上げながら優しく滑らせます。結構難しいことが書いてありますね。この部分は挟んで引き上げる、こんな感じですかね。2、3回程度。はい、で、同じように反対側をやっていく感じですね。これ今まあ私全然初めてやってるのでたどたどしいですけど、慣れたらまあスッスッとできると思いますね。あ、5回程度でしたね、ここ。で、こっちがこれで上げる。多分なんか肌を明るくしたりする効果もありそうですね。ポカポカしてきました。で A を使って螺旋ですね。おでこもちょっと全体的にやっちゃいましたけど、そこからここもですね、こういう感じ。それとここか、あれですかね、ちょっと顔赤くなってきましたかね。ちょっとよくわかんないですけど、こっち側もで鼻筋、であとは引っ張りながらこの大きいとこで2、3回ずつですね。それで顎のラインはカーブを
出て、で引き上げながら、これ思うんですけど、これ顔だけで書いてあるんですけど、こう首とかもやった方がいいと思うんですよね、多分ですけど、首やっても気持ちいいですし、首も流さないと流れに効果が出にくいんじゃないかと思うので、首もやっときます。ちょっとこれはコジットさんの書いてあることとは違うんですけど、個人的に、これ足にも使えるって書いてありますね。はい、一応こういう感じで顔を一通りやりました。どうですかね、変わりましたかね。ちょっとやっぱりでも感覚として顔がすっきりしているように感じます。ちょっとあったかさも、血行が良くなってきてるなっていう感じしますね。あとこうクリームの使い心地として、なんかパウダーインらしいんですけど、そのせいかしっとりしてるけどベタベタはしてないので、嫌な感じは確かにないですね。サラサラはしてないんですけど、まあこうちゃんとハンドクリームとかでお手入れしたなみたいな、そういうしっとりした肌になってますね。ベタつきとかぬるつきっていうのは感じないですね。はい、以上です。